おいしそう、こんにちは、アメリです。今回は、はは、今日はこっちで遊んでいくよ。ということで今回はマーメイドラグーンに遊んでいこうということで、今回はですね、ミッキーマウス7ダクグーフィーですね。まあちょっとディズニーのことはあんまりよくわからないので、この3人がどういう因果関係があるのかわかりませんが、まあ使っていこうかなって思いまして、転生進化なんでこういう風に潜在拡張ができるんでね、あのキラー3個の遅延耐性とかキラー4個つけれたりできるんで、結構その辺は優秀かなと。今後もなんかコラボで転生キャラが出てきそうだね、こうなってくると。ってことで今回は編成こんな感じです。でサブちょっと迷いに迷ったんですけど、一応こういう編成でやってみようかなと思います。多分ね、全然テンプレからはかけ離れてるかもしれないですけど、まあ弱くはないと思う。ダイヤくんね、はい、初手変身できます。ちなみにこの編成、あ、ダメージ吸収無効、あー、イデアルはだってあれだよね、覚醒無効回復だもんね。あー、ダメージ吸収無効連れてきてないけど、まあ三振だったらワンチャン来ないか。とりあえずやってみるか。毒耐性はバッチで補ってますが 100% ではない。ディズニーのあのミッキーのやつにしてきたんですけど、見づらいよねやっぱり。まあ、とりあえずこれってなんかディズニーの効果音とかあんのかな。ラードラを使うことによって上がります。はい、じゃあこれでやっていきましょう。全力かかってるんでルーレットは効かないと。これ見づらいでしょ絶対。絶対見づらいもん。ね、はい、大丈夫かな。とりあえずまあ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 、これでもうめちゃくちゃ見づらいな、やっぱり。でも可愛いのは可愛いよね。火力はね、多分奥は出ないかもしれないんですけど、実際でもね、奥火力実際必要かって言われたらね、必要じゃないと思うんだよね、このバズドラ界に。そんな奥火力を必要とする敵ってなかなかいないからね。だから多分ね、全然いらないと思う。これでも全然やっていける。で回復力も上がってるんで、多分回復しきれるんじゃないかな。うん、しきれませんでした。回復力4倍じゃ足らないか、さすがに。でコンボ強化3つ持ちなんだよね。でもしくはコンボ強化じゃなくてスキブルプラスに超覚醒をすることによって、スキブ4つ持ちにもできたりするので、まあその辺もね、かなり優秀な点だと思います。悪くはないんですけど、すごいいいかって言われたらちょっと微妙なところなんですよね。だからあんまり注目はされてないのかなって感じで。ミッキーの進化先が6種類ある？ 6 種類かな、5種類かな、うん、ミッキーがなんかすごい火力出してるわ。あるんですけど、だからでもね、あ、これ回復力これ取り戻していきます。進化先がね、それだけいっぱいあるんだけど、ミッキーくんね、なんとね、交換できないんですよね。そこに運営の闇がすごいんだけど、あー、これなんかちょっとね、そういうこと、そういう感じじゃないのか、まあいいや。運営の闇がすごいよね。操作時間長くね、ほんで。あー、伸びてんのか。誰だ、伸ばしたの。伸ばしたスキル、あ、ラードラか。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。ダメージ吸収無効が来るとしたら、あれか、サダルメリク、まあ軽減でも、この軽減で耐えれないかな。どうだろう、この軽減だと耐えれないかもしんないね。これ落ちてないかな。落ちてないね。なんか左右でずれたな今。残念。皆さんのおすすめのね、ミッキー編成教えてほしい。まあ転生で使うこと、あ、これまたまたされたんだけど、まあいっか。回復力激減ぐらい、半減か君は。ミッキー編成皆さんどうやって組んでるんだろう、どんな感じで組んでるか教えてほしい。進化後の普通のミッキー、付属性が水のやつもうなかなか強いらしいんだけどね。うん、まあその辺も使ってみよう。あー、どうしようかな、これ多色だからね、操作時間縮められちゃったんだけど、これイデコちゃん打とうかな。これスキルチャージはあるから、これイデコちゃん打ってもいい気がするな。これもダメージ無効なんだけど、まあこの辺はボスでね、使っていきたいんで。ちょっとこう覚醒無効、次ヘラだから覚醒無効はまだ飛んでこないはずなんだよね。多分大丈夫と思ってるよ、知らんけどね。まあ、回復力がとりあえず足りとけば大丈夫。回復力めっちゃ上がってんな、大丈夫そう。あ、そうか、イデアルも回復力上げるんだ。あ、待って、追撃必要だった。ミスった、追撃。そう、そこだよね、やっぱり。
何してくるんだっけ、操作時間短縮じゃないね。ああ、火力上がるだけ。これね、追撃が必要なんですよ。普通に追撃を組まなきゃいけないところが、ちょっと厄介かな。まあ最近ちょっと、まあその辺は贅沢かなって思うんですけど、贅沢な悩みかもしれないんですけど、やっぱね、組むだけで多色追撃できるよっていうのが、このダイヤとかのね、ファガンとかのいいところだったんで、まあその辺も欲しいっちゃ欲しいよね。そういうのがない点であんまり注目されてないかもしれない。言ってるみたいですね。あ、それ違う。それヒカキンか。それヒカキンが悪って言った人が。もうよくわからん。なんか、どうだっけ？トイレットペーパー。トイレットペーパーの人ももう顔がバレてるんだっけ？なんかそんな感じのネタというか、ツイッターで拝見したんですけど、多分そのデマを流した人の顔写真がもう見バレしてると思う。大変だね、本当に。つか、それを鵜呑みにする人たちは何なのって感じ。そんなにティッシュなくなったの今。火力めっちゃ足りてるわ。全然足りてるわ。ティッシュって今現状どう？皆さんの周りにティッシュあります？ティッシュとかトイレットペーパーなくなってんのかな、やっぱり。ちょっとね、店に行く機会すらなくて、全然スーパーをまず見てないんで、売り場を見たことがないんだけど、どうなんだろう、本当になくなってんのかな、やっぱり。なんかさ、ネットを見るとさ、やばそうじゃん。はい。ネットを見るとみんな買い漁ってるじゃん。なんでコストコとかでさ、大量に買ってる人の画像動画みたいなのがさ、出回ってて、やべえなみたいな。いや、トイレットペーパーなくなったら困るじゃん。どうすんの、みんなインド人みたいに手で拭く？手で拭きます？手で拭くしかなくなるよ、みんな大丈夫？もしじゃあ仮にトイレットペーパーなくなったらどうする、みんな。トイレットペーパーがなくなったらもう手で拭くしかないよね。ティッシュ流せないもんね、だってトイレにティッシュ流せないから、もう手で拭くか、なんだろう、もうウォシュレットだけ、もうウォシュレットだけして、もうそのままパンツ履くしかないんじゃないの。やばいね。そうなってくると結構悲惨よ。ティッシュがなくなるのはいいけどさ、花粉症の人やばくないって思う。そのコロナとかどうでもいいから、花粉症の人やばいなって思うもん。僕は花粉症なんですけど、一応花粉症この時期じゃないんですよね。この3月4月は平気で、なんか夏場とか夏の終わり際ぐらいに来るんですよ。なんかいつも夏休み苦しんでるイメージある。だから今はいいんですけど、あー出ちゃった。はい、ということで耐え切りましたんで、ここからやっていこうかなって思います。いや意外と余裕だった、普通に耐久できた。軽減があれば全然余裕みたい、この子は。うん、余裕でした。はい、まあこんなもんで倒せるでしょう。この辺ちょっとスキル使っちゃったんだけど、まあ帰ってくるよね多分ね。お前さん積んでるよが溜まってるんだよ。 OK、 全然余裕。属性吸収無効が来るから、こう使っとった方がいいから、覚醒無効か。待ってよ。この辺があと2ターン OK。じゃあ、これ使って、これで回復していけばいい。よしよしよし、よかった。ヘイストあってよかったね。やっぱりヘイストは正義だよ。操作時間めちゃくちゃ長いから、めちゃゆったりパズルできるわ。この辺が帰ってきてほしいね。覚醒無効はもう来ないかな。属性吸収が来ちゃうんで、このアンドロメダが溜まってほしい感はあるんだけど、どうかな。まあでもいい感じにスキル封印が OK。 よかった。なんかね、変身する系のパーティーいつもね、スキル封印に困るんですよね。スキル封印ないなって感じることが多々ある。はい、あー木も決めたかったね、これは。まあまあまあ大丈夫そうかな。オッケーオッケーオッケー。この辺溜まってきましたね。16階は、あー日の目覚めか、ちょっと偏りそうだな。まあまあでも76だから、そんな偏るっつってもって感じだよね。あーそこ火だからダメだな。まあこんなもんか。オッケー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 、いいよ。全然火、あ、そっか、まだ火目覚めてなかったわ。いい感じにボス戦とかでみんな溜まってくれそうじゃない？この次なんだっけ？この次は、お人魚さんはまだだよね。お人魚さんはまだだったと思うから、これ水。イデアルがね、超覚醒でロック解除もつけれるから、L 字の。
だからそこも聴覚生はこれ LGD かも。ちょっと今回ドラゴンキラーにしてありますけど、まあドラゴンでそんな刺す敵もいないかなって感じはある。うん、追撃分ないね。目覚め消してくれないからな。うわ、遅延結構食らった。ド派手に食らったね今の。もう派手派手だ。オッケー、これで多分大丈夫だと思います。回復力も多分足りるでしょう。わー、火すごいな。ミッキーがいっぱい。よし、どれもミッキーだった。甘く。はい、で19回が追撃分あるんで、まあここは余裕でしょう。ちょっと多いですね、これはちょっと多いですね。火がちょっと多いですね、やっぱり。盤面に見づらいね。やや見づらい。これやっぱみんな使うんかな、好きなコラボのドロップ着せ替えのやつ。やっぱりね、オリジナルが一番いいなって思ってるんですよ、個人的には。オリジナルが一番見やすい。これはね、もう耐久するしかないかな。耐久ないけど、これは5色別に決めなくていいんだよ。4色でいいんだよね。オッケーオッケーオッケー、だったら大丈夫だわ。さあ21回がマキナね。ここはアンドロメダ使ってちょっと戦すごい食らいますけど、あ、でも若干切ってるんだよね。これ覚醒無効、これディアラが来るとね、なんか死にそう。これイデアル打っていくわ。イデアル打って、いや水の位置違っただろそれ。大丈夫か、決まるか、ここで。オッケーオッケーオッケー、よかったよかったよかった、いい感じ。さあ倒していける。オッケー、ダイヤン、もうお前さん積んでいるようが両方溜まったもん。なんかダイヤの良さがあんまりなかったかもしれない。とりあえずこれは根性が合っちゃうんで、根性が合っちゃってるので、一旦根性を剥がすために全力パンチ。ゴン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 、全部ゴンゴンされなければ結構乗っちゃったけど、あー乗るね乗るね乗るね。いいいい、もう根性剥がしてくれればそれでいいんだから。はい、剥がれました。さあこれで火力がドラゴンキラーだから、お、イデアル乗るんじゃん。これいい感じじゃない、イデアルすごい火力が、うん、全然ダメ。もうこれ殴られそう。なんでそこで止まるかね。さあ帰ってきたぞ、帰ってきました。変なところで止まんなければとりあえずそれでいいんだけど、なんでなのかな、本当に本当にわざとかな。さすがにいける、さすがにいける。属性吸収なんかされてるから一応打っときます。さすがに、いやもう何回やるのここ。またお前だしね、違うキャラにしろよっていう。いや今回はだって 75% カットが貼られてないから、さすがにいけるよ。いやこれはこれはいけないとダメ。はい、オッケー。もうちょい残しマジ大好き。うわー、待って、遅延じゃねえかよ。待ってくれ。まあでも大丈夫か。え、ミッキーへの遅延ゼロでお願いします。待って、これクレーム 100% 食らったら11って。わら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 、ヒギ水の呼吸1の方、みなもぎりゼロコンボ。お、アンドロメダ君出番じゃないですか。それはじゃないかなと思うんだけど、行ってみます。根性も取れてるし、色もまあ4色あれば大丈夫よね。ドロメダちゃんの火力もちゃんと刺さる分の色があるんで大丈夫かと思うんですが、一応こう全部ね決めていくと多分大丈夫だと思うよ。ドロメダがいい感じにささささしゃしてくれる、しゃしてくれる、多分大丈夫。いいよ、これしょ、オッケー。属性も光でファスカとか、ダイヤとかの火力も入ったから十分。ここで消されちゃうもんね、どっちにしても。よし、じゃあこれで頑張ってみようかなと思います。さあこれで多分いけると思ってるよ。頑張ってね、ラードラ君、頑張ってね。さあ行け。ん、無理みたいですね。ダイヤの10コンボ強化とのこの火力の弁でキラーも、ダイヤのキラーも変えてあげるといいかもしんないけど。はい、ということで今回は、ミッキーちゃんね、使ってみました。ただね、まあサブかな、多分今後活躍としたら。今回はリーダーで使ってみましたけど、無理やり。まあそんなすごい強いリーダーではないので。まあこういう HP 倍率があって火力が出るリーダーを持ってない方はね、有能なリーダーにはなってくるかなと思いますけど、他のねファスカとかと組み合わせれるような強いリーダーを持っている人だったら、まあサブとして、今後多色のサブとしては役に立ちそうだね。無効貫通スキルでスキルチャージを持ってるんで、その辺はいいかなと思います。スキブも4だしね。
コモ教官さんにできてるもできるし、結構いろいろ使い道あるかもしれない、サブとしてだったら。ということで、少しでも何かしら参考になったら、ご視聴ありがとうございましたじゃない。参考になったら高評価とね、チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。